資源エネルギー庁によりますと22日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週より0.2円値下がりし1リットル当たり168.7円となりました2週連続の値下がりとなりましたが依然高値の状態が続いています